ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。いきなりだけど霊夢って、車詳しいか？てか免許あるのか？免許はあるわよ。ペーパードライバーだけど。でさ、ペーパードライバー。私は車もバイクもどちらも持ってるぜ。車のことはそんなに詳しくなかったけど、実は最近、私旧車にハマっていて車のこと勉強してるの。昔の車って、手作り感があってデザインが美しいんだよね。めちゃくちゃハマってるじゃん。しかもデザインが美しいって。ならちょうどよかった。じゃあ、霊夢にここで一つ問題。日産が過去に出した遅いスポーツカーって知ってるか？え？遅いスポーツカー？ちょっと大げさに言ってるけど、そう。遅いスポーツカー。そんな車って存在するの？全然わからないわ。教えて。了解。私がその車について教えてやるぜ。その遅いスポーツカーってのは、1977年8月に誕生したスカイライン C210 型、通称、ジャパン、って車知ってるか？スカイラインは知ってるけど、ジャパンとか C210 型なんて全く知らないわよ。旧車にハマってるって言ってたから知ってると思ったぜ。最近興味持ち始めて勉強し始めたばかりだから、まだ全然詳しくないのよ。では今回は、日産スカイライン C210 型についてゆっくり紹介していくぜ。ありがとう。よろしくね。改めて、日産スカイライン C210 型は、1977年から1981年まで生産されていた日産のスポーツカーで、そのデザインと性能で人気を博したんだぜ。C210 型は、スカイラインの5代目モデルとして、先代の C110 型から引き継がれた特徴を多く持ちながらも、新しい技術とデザインで進化を遂げたんだぜ。マリサちょっと待って。遅いのに、性能で人気を博したってどういうこと？矛盾してない？ちゃんと教えて。そうだな、先にそこをちょっと話そうか。遅いと言われる原因を3つ挙げてくぜ。1つ目は排ガス規制と燃費効率だ。1970年代後半から1980年代初頭は自動車の排ガス規制が厳しくなっていた時期だった。C210 型の開発時には、排ガス規制に対応しつつ燃費効率も向上させる必要があったんだぜ。これにより、エンジン出力が抑えられたことで、加速性能が物足りなく感じられることがあったみたいだ。それに伴い、スピード不足になってしまったんだ。そして、最高出力も145馬力程度にとどまったんだぜ。今のスカイラインの最高出力はどれくらいなの？ちょっと前の情報だけど、現行の日産スカイラインの最高出力は、V6 ツインターボエンジン、VR30DDTT を搭載したモデルで、最高出力は400馬力みたいだ。そんなに違うんだ、そりゃ、40年も違ったら変わるよね。ちなみに、145馬力と400馬力でどれだけ変わってくるの？具体的な数値で教えてよ。例えば、100キロまでの到達時間とかはどうなの？馬力だけでは正確な時間を求めることができないぜ。車両重量、駆動方式、ギア、空気抵抗、タイヤのグリップなど、多くの要因が加速要素に影響するからな。ただ、一般的には145馬力だと8秒から11秒の範囲で0から100キロの加速が可能と言われてる。400馬力だったら、4秒から6秒程度で加速するって言われてるぜ。それだけで4から5秒も変わってくるの？すごい。そして二つ目、重量増加。どすこい。霊夢どうしたんだ。先に進めるぜ。C210 型では、先代モデルに比べて車体の大きさや装備が増加した結果、車重も増加したぜ。重量増加は、加速性能やハンドリングに悪影響を与えることがあるって言われてる。だからスポーツカーとしての性能が低下した原因の一つになってるんだぜ。重くなっちゃったのね、マリサみたい。さっきのは私のことだったのか。確かに最近甘いものを食べすぎてるんだぜ。ちなみに、その当時のライバル車と比べてどのくらい重かったの？当時のライバル車は、トヨタセリカ、三菱ラランシグマ、マツダサバンナ RX7、って言われてたぜ。そして、その中で車両重量が重かったのは日産スカイラインジャパン。オプションや装備によって異なるけど、日産スカイラインジャパン、1300キロ。トヨタセリカ、1200キロ。三菱ラランシグマ、1200キロ。サバンナ RX7、1000キロ。そんなに、100キロから300キロも変わってくると、そりゃ、スピードも変わるよね。そして三つ目はサスペンション。
C210 型のサスペンションは、乗り心地を重視して設定されていたみたいだぜ。そのためコーナリング性能や安定性が不十分と感じられることがあったみたいだ。スポーツカーとしての性能を発揮するためには、サスペンションの改良が必要だったらしいぜ。素人の私ですら今の3つ聞いたら遅そうって思ったわ。パワー不足で、重くて、足回りが不安定ってことでしょ？納得だわ。しっかり理解してもらってよかったぜ。他にはちょっとした豆知識もあるんだぜ。何？教えて。C210 には1970年代後半に生産された車両でありながら、当時の最新の安全技術が採用されていたんだ。どんな安全技術？ C210 型スカイラインでは、フロントディスクブレーキが標準装備されてて、制動性能の向上に寄与していたんだぜ。スピードより安全性ね。ボディ構造にも工夫が施されてて、ドアやフレームには、衝突時の乗員保護を考慮してエナジーアブソービング構造が採用されていたんだ。さらに、C210 型スカイラインのボディは、腐食に対する耐性が高められたガルバニウム鋼板を使用していた。これにより、車両の耐久性が向上し、長期間の使用においても安全性が維持されることが意図されていたぜ。最新の技術を取り入れたってことは分かったけど、ガルバニウム鋼板って何？ガルバニウム鋼板とは、鋼板にアルミニウムと亜鉛の合金をコーティングした、腐食抵抗性に優れた材料だぜ。空気や水分から隔離することで、鋼板が錆びるのを防ぐぜ。他にも知りたいことはあるか？じゃあ、さっきから何回も出てくるけど、C210 型とか C110 型とか何なの？数字ばっかりで全然違いがわからないわ。霊夢それも知らないのか？旧車にハマってるのに。ハマっているのと知っているのは違うわよ。わかった、じゃあよく聞いてくれよな。C210 型や C110 型といった名称は、日産スカイラインの各モデルに付けられたコードネームで、それぞれのモデルを識別するためのものなんだぜ。なんか、コードネームってかっこいいね。これらのコードネームは、主に内部的な識別詞として使用されてて、開発や生産時に各モデルを区別する役割を果たしているんだぜ。管理番号みたいな感じだね。ちなみに、C と数字にはどんな意味があるの？ C はスカイラインのモデルを表すアルファベットで、C はカーまたはラテン語でコロナ、日本語で冠、から取られているんだぜ。これはスカイラインが、日産の主力モデルであることを示しているってことなんだぜ。C にはそんな深い意味があったのね。なんか素敵だわ。数字はどんな意味があるのかしら？その後に続く数字は、スカイラインの世代を表してるんだ。例えば、C110 型は4代目、C210 型は5代目のスカイラインを示してる。そこは丸代目が関係していたのね。勉強になったわ、ありがとう。コードを教えただけでそんなに喜んでくれるなんて嬉しいな。けど、車の愛好家や業界関係者など特定の人々にとっては重要な情報だけど、一般の消費者にはあまり馴染みがないしわかりにくいよな。私を一般の消費者と一緒にしないで、全部知りたいからいいの。他に何かないの？例えば、この車の開発秘話とかも教えてよ。いい質問だぜ。ここから型番で説明するの面倒だから、ジャパンで紹介していくぜ。デザインについても面白い話があるんだぜ。1970年代後半のヨーロッパ車のデザインに、影響を受けていると言われているぜ。特に、イタリアの名門デザインハウスである、ピニンファリーナのスタイリングが参考にされたとされているぜ。イタリア車の影響を受けてるのね。イタリアって聞くだけでおしゃれな感じがするわ。他に何か特徴とかないの？ジャパンは、当時の有効だった角張ったスタイリングを取り入れて、より先進的なデザインに仕上がってたんだ。先進的なデザインってどんなのよ？そのデザインは、ファストバックスタイルと呼ばれていて、後部が斜めに傾斜した形状を持ち、空力性能の向上と軽量化が図られてたんだ。軽量化はわかるけど、空力性能って何なの？もっとわかりやすく教えて。空力性能とは、車両や他の物体が空気中を移動する際に、空気の抵抗や流れに対する効率や性能を指すんだぜ。空力性能がいいということは、空気抵抗が低くより効率的に移動できるんだ。なるほど。空力性能が向上すると、燃費が良くなり、安定性が向上しそうね。霊夢わかってるじゃない。さすがだぜ。聞きながら成長するタイプなの。好きなことはね。ジャパンのデザインは、
サーフラインと呼ばれる特徴的なデザインが特徴なんだ。サーフラインって何なの？サーフラインとは、車体の側面に流れるような曲線で、ジャパンの洗練されたスタイリングを象徴しているんだぜ。このサーフラインは、先代の C110 型から継承されたデザイン要素であり、スカイラインのアイデンティティとなっているんだ。C110 型って4代目ね。正解。次はラウンドテールランプについてだ。スカイラインジャパンは、丸型のテールランプを採用してて、この丸型のテールランプは、初代スカイラインから続く伝統的なデザインで、スカイラインの象徴とも言えるんだ。初代からのデザインを継承してるってことね。なんか素敵なエピソードね。そうなんだけど、ジャパンでは、テールランプを縦に配置し、丸型のフォルムを継承しながらも、新しいスタイリングに進化させたんだぜ。継承しながら進化って、この車にかける思いが伝わってくるわね。ジャパンのデザインは、スカイラインの歴史と伝統を受け継ぎつつ、新しいデザインを追求して、独自の魅力を持つデザインが実現され、多くのファンに愛されるモデルとなったんだぜ。聞いてるだけで、もうスカイラインのファンになってしまったわ。次はインテリアを紹介するぜ。まずはインストルメントパネル。スカイラインジャパンのインストルメントパネルは、運転席に向かってわずかに傾斜して配置されてて、ドライバーにとって見やすく操作しやすいデザインになってるんだ。メーター類はアナログ式で、タコメーターや速度計などの基本的な情報が、一目でわかるように配置されているんだ。運転手側に向かってるって、なんか特別感あるわね。次はステアリングホイールだ。ステアリングホイールってタイヤのこと？ホイールってついてるからわかりにくいよな。ステアリングホイールってのはハンドルのことだぜ。え？ホイールって、ハンドルじゃダメなの？当時のスポーツカーらしく、3本スポークのステアリングホイールが採用されていて、握りやすく操作性に優れてて、運転の楽しさを感じさせるデザインになってるんだ。私はペーパードライバーだから運転しないけど、ハンドルの握りやすさって重要なの？ハンドルの握りやすさは、車の操作性に直接影響するほど重要だぜ。適切なハンドルデザインは急な操舵や緊急時の操作においても、運転者が確実に車を制御できるようにサポートしてくれて、事故のリスクを低減できる可能性があるんだ。え、そんな重要なんだ。たかがハンドルって思っちゃダメだぜ。わかった。もう二度とハンドルって言わない。これからはステアリングホイールって言うわ。霊夢は単純なやつだぜ。次はいよいよエンジンを紹介していくぜ。いよいよ車の心臓部分ね。まずは種類からだぜ。スカイラインジャパンには、直列4気筒と直列6気筒の、ガソリンエンジンが搭載されていたんだぜ。一部のモデルではディーゼルエンジンも提供されていたみたいだ。これによって、消費者は自分の好みや用途に合わせてエンジンを選択することができたんだぜ。用途に合わせてって、すごく親切ね。ジャパンには、2.0 リッターの直列6気筒ガソリンエンジンである、L20 型が搭載されていたんだぜ。このエンジンは、スムーズな加速性能と高い静粛性を持ち、快適なドライビングをサポートしていたんだ。信頼性が高くメンテナンスも容易で、多くのユーザーに支持されていたんだ。直列6気筒って何なの？詳しく説明してほしいわ。直列6気筒とは、エンジンの構造の一種で、6つのシリンダー、ピストンが動く筒状の部品が直線上に並んで配置されているタイプのエンジンのことを言うんだ。わかりやすく説明すると、エンジン内の6つのシリンダーが一列に並んでいる状態なんだぜ。なるほど。すごくわかりやすい。ありがとう。ちなみにこれにするメリットってあるの？直列6気筒エンジンはシリンダーが均等に配置されているため、エンジンの振動が少なく、スムーズで静かな運転が特徴とされてて、高級車やスポーツカーによく採用されてるんだ。シリンダーの数が多いことで、総排気量が大きくなりパワーが向上するんだぜ。ただし、直列6気筒エンジンは、シリンダーが直線上に並んでいるため、エンジン全体が長くなり、車両のフロント部分にスペースが必要となるんだ。だからこのスカイラインはフロント部分が長いのね。そうなんだ。その分のスペースが必要なんだぜ。ちなみにこのスカイラインには、Z20 型エンジンっていうのも一部導入されてたんだ。Z20 型は、2.0 リッターの直列4気筒ガソリンエンジンで、一部のスカイラインジャパンに搭載されていたんだぜ。待って、直列4気筒ってことはシリンダー4つってことね。その通り。
このエンジンは、燃費効率に優れ適度なパワーを発揮することが特徴で、信頼性と耐久性も高いとされていて、燃費やコストパフォーマンスを重視するユーザーに選ばれることが多かったんだぜ。一部とはいえ、ニーズと市場の需要に対応したってことね。次は足回りを紹介するぜ。セミトレーリングアーム式独立懸カリアサスペンションが採用されたんだ。セミトレーリングアーム式独立懸カリアサスペンション。なんかよくわからないこと言うわね。このサスペンションシステムは、車体とタイヤとの接地性能を向上させることができて、コーナリング時の安定性や乗り心地に優れた性能を発揮するぜ。これにより、スカイラインジャパンは、快適で安定した走行が可能だった。安定するのはわかったけど、カタカナが多すぎてよくわからない。足回り最後は、フロントサスペンションのマクファーソンストラット式だぜ。なんだかカタカナばっかりでわかりにくいわね。構造をイメージしてもらうとわかりやすいんだぜ。このシステムは、シンプルで軽量な構造が特徴で、シャシー剛性を向上させることができたんだ。また、メンテナンスが容易で、ハンドリング性能が向上するため、スカイラインジャパンは、運転しやすさと安定性を両立したんだぜ。これらの足回りの特徴によって、日産スカイラインジャパンは、快適で安定した走行性能と、ハンドリング性能に優れていたんだ。このような素晴らしい足回りの設計が、スカイラインジャパンが人気を博す理由の一つとなっていたんだぜ。結局、足回りが一番大切ってこと？一番ってことはないけど、車はどの部分も全て大切なんだ。その中で足回りが与える影響も大きいから、もちろん大切な部分なんだぜ。足回りが与える影響って具体的に何があるの？走行安定性、乗り心地、安全性、燃費効率だぜ。これらは車両全体の性能を向上させる重要な部分なんだ。マリサってかなり詳しいわね。ちょっと勉強になるわ。ありがとう。今までいろいろ紹介してくれたけど、これが発売されたのが1977年でしょ？そうだぜ。46年前のことよね。当時の評価って実際どうだったの？多くの消費者は、スカイラインジャパンのデザインに魅力を感じていたって聞いてるぜ。特に、丸型4灯式のヘッドライトやリアデザインのテールライト、そしてスタイリッシュなボディラインが当時は好評って聞いていたぜ。あとは、やっぱりエンジンの選択肢の豊富さ。さっきも言ったけど、直列4気筒の Z20 型エンジンや直列6気筒の L20 型エンジンなど、幅広いエンジンラインナップを提供していたことが高く評価を受けてたみたいだぜ。やっぱりデザインって大事よね。私も手作り感があって美しいって言ったでしょ。見てるポイントは間違ってなかったわ。ちなみに、他に情報は何かないの？さっきデザインの中で話した丸型4灯式なんだけど、4灯式ヘッドライトを採用した最後のスカイラインモデルなんだぜ。後継モデルの R30 型スカイライン以降は、角型ヘッドライトが主流となったから。ジャパンは丸目4灯式ヘッドライトを懐かしむファンにとって特別な存在なんだ。そうなんだ。その情報面白いわね。他にもあるの？ジャパンは日本国内専用モデルだったんだぜ。日本国内専用？どういうこと？ジャパンは、主に日本国内市場向けに生産されたモデルで、海外市場への輸出はほとんど行われてなかったみたい。だから、海外の自動車ファンにとっては、ジャパンはレアな存在となってるんだぜ。他にないの？誰か有名人が乗ってたとか。それだったら、テレビドラマ、西部警察、で活躍してたんだぜ。え？西部警察って石原裕次郎が出てたあのドラマ？そう。1980年代に放送された日本のテレビドラマ、西部警察、では、ジャパンが登場し、主要キャラクターたちの愛車として活躍してたんだ。主要キャラクターって？そのため、ドラマファンにとっては、ジャパンは懐かしい思い出が詰まった車として親しまれているんだぜ。ちなみに、私のお父さんは寺尾明派だったわ。リッコと松田丈志役ね。ちなみに、私は沖田五郎が好きだったぜ。このように日産スカイラインジャパンは、デザインや歴史、文化的な側面で多くの自動車ファンにとって特別な存在となっているんだぜ。冒頭話した通り性能面での欠点にもかかわらず、スカイラインジャパンは日本国内で人気を博し、後にクラシックカーとしても愛される存在となったんだぜ。確かにテレビとかで愛好家が大切そうに乗ってるの見たことあるわ。マリサ、今ってどれくらいの値段なの？
状態によって値段はかなり違うけど、私が知ってる情報だと、600万から800万くらい。そんなにするの？ってことは当時買ってそのまま大切にしてたら、お金持ちになってたってことね。私のお父さんの車庫に眠ってないかしら。あくまでも情報だから、中古車情報を自分でしっかり確認した方が確実だぜ。すごく勉強になったわ、ありがとう。まだまだ車のこと知りたいから、また教えてね。わかったわ。霊夢のために次の車も選定しておくぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人は、ぜひ気軽にコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。では、ご視聴ありがとうございました。